はい、それではですね社会保険にいきましょう社会保険、まあ、先ほど労働保険というのをやりましたがそもそもどう違うのかということなんですが一人の労働者こ,のこれをですね一人の労働者人間と考えましょうこの一人の人はですね会社に雇われている人ですそうすると この人に対して労働者という側面と生活者という側面があるわけですね。そこでこの労働者部分をカバーしようというのが労働保険生活者部分をカバーしようというのが社会保険まあすごく大雑把に言うとそんな感じになるんです。そこでこちらですね。一番目健康保険 というところですけどもこちらですね。ちょっと見ていきたいと思います。では、皆さんですね。このテキスト、社会保険のところ健康保険ですね。テキストの202ページ。これの健康保険の括弧1番目的というところ、ちょっと見ていただきたいと思うんですね。では、これをこれがですね。社会保険というふうに感じられる部分がありますので、ちょっと一緒に見ていきましょう。まず1つ目かっこ1目的です。 きますよ健康保険法は労働者のその次ですね業務外業業務務外外ですね業務外の自由による疾病不詳もしくは死亡またはその次出産これも結構試験に出ますので是非マークをしといてください。 先ほどの業務外というところとこの出産ですね試験でポイントになったことがあります実際の本試験でポイントになったことがありますのでぜひちょっとチェックをしてみてくださいアンダーラインマーク目立つようにしておいてくださいねそしてその次ですおよびその次その被扶養者ですね被扶養者のこちらですね 疾病不詳死亡または出産に関して保険給付を行いということで非扶養者も対象まあま扶養者というのは言ってみれば扶養家族のことです。まあ配偶者ああるとかあるあはお子あであるとかあるいはお父あお母様であるとかそういった扶養者扶養家族の話扶養家族の分も。 こちら健康保険で面倒見ますよまさにこちら生活者部分の話ですよね一家の大黒柱としての生活者部分のお話ということなんですね。はいというところでこちら業務外の疾病不詳死亡出産そういったものがターゲットになっていて被扶養者の疾病等も給付対象ですよというところですね。そしししてて特に今マークをしていたただきました この出産という部分ですねあと「被扶養者」という部分ここ先ほどテキストでですねばっちりマークしていただきましたのでこちらの部分中心に考えてみてくださいはいそういった程度の知識でですねあとはこの健康保険軽く読んでいただければ結構ですでは続いて厚生年金に行きましょうこちらですね 厚生年金保険というものですさあこちらがですね見てください労働者の老齢障害死亡に対して保険給付をしますよとなっていますねどうでしょうすごく特徴なのってこの老齢なんですよね保険というのは何かというと何か 保険事故の発生に備えてもしかしたらこの保険事故に遭うかもしれない起こるかもしれないそのもしかしたらその事故に遭うかもしれないというリスクに備えて何かみんなでお金を集めてそしてそれが実際に起こった人に対して何か給付をしましょうというのがこれが保険いわゆるこちらの保険ですねインシュランスという意味なんですが本来は。 しかし、その中に絶対人間にやってくる老齢、これを保険事故として考えているって言う点がすごく特徴的です。労働者の保険の保険に対して、老齢障害死亡。これを3つをこちらの保険事由に考えて保険事故と考えている。というところに特徴があります。 そしてこの厚生年金保険というのがですね先ほどぐらい出てきてます高齢者で65歳から年金もらえるよといった時のいわゆる1つ1種類ですね厚生年金保険からもこの老齢について65歳から年金が出ますそしてこれは実際にですね過去の収入で収入報酬であるとか過去に納めた保険料の金額によって 実際にもらえる金額というのは変わってきますまそういったものがですねこちら厚生年金保険というものの内容です先ほど健康保険では出産というものが入っているというのが特徴的でしたまさに業務外のじことですよね業務外で起こること出産ということですこれが保険の対象になっているということなんですが今度こちら厚生年金保険は 老齢ということですね働いていても働いてなくても人間は年を取ります会社員であっても自営業者であっても年を取りますしかし会社員の老齢については厚生年金というものがカバーするぞということということでいうことになるんですけども老齢というのはまさに誰でも起こり得ることですのでいわば業務外のお話ですまさに生活者部分のお話ですね はいというところでこういったことを踏まえながら先ほどの社会保険というのはあ確かに生活者部分のフォローなんだなというところを感じながらですねこちらの社会保険の内容軽く読んでみてくださいはいそれでは以上で社会保険の内容を終わりにしますはいそれではですね労働関連法規その他というところですね いろんな法律が出てきますのでそういったことのポイントですねそれをお話をしていきましょうではまずテキストに沿っていきましょう1番目労働組合法ですねこちらですね基本的には労働者1人と1人1人とか10人とかそういう単位ですとなかなか会社と労働条件の交渉しづらいということがありますので。 きちんと団体交渉権を持った労働組合というものを法律で規定してその労働組合というものと会社が団体交渉ををして労働条件を決めよううというものなんですねそれによってより良い労働者にとってより良い労働条件を引き出そうというところに狙いがあります。はい、というところでこの労働組合なんですけども。 ちょっと思い出していただきたいのは労働基準法のところで「労働協約」なんて出てきましてねあれはこの労労働働組合とと会社でですすねね使用者側が決めた労働条件という話です、ね、そういったことになりますでそういったところで会社と労働者側の団体交渉をする団体 会社と団団体体、交渉するための団体それが労働組合なんだよということなんですがちょっとですねあのちょっと世の中の少し影の部分についてお話をしたいんですがもしもやはりこういった場合ですね団体交渉すると一人一人で交渉するよりは有利だ強いというふうになったそれで団体交渉をするわけですけども団体交渉をされる側 もしも団体交渉をされる会社側の方からすると「うん団体交渉手強いな」なんとか相手を切り崩そうというふうに考えたときにまあ相手を切り崩す団体交渉の相手を切り崩す常と手段としてはきちんと団体交渉の相手に対して団体交渉の上で じゃあ団体交渉の皆さんこういう条件どうですかというのではないんです裏でこっそり特定の人にだけ何か仲良くしようよというふうに声をかけて特定の人だけ切り崩す団体全部の意見を変えようとするんじゃないんです団体の中の一部だけを切り崩してその団体を仲間割れさせるんですね そうするとみんなが同じ意見だから団体交渉は強いのに一部だけ違う意見を持っていて中身相手がバラバラになるとそれだけでで団体の交渉力って落ちるんですよそもそも団体交渉のテーブルに立つことすら難しくなってしまうことがあるんです。ということで基本的には相手を切り崩すような 何かですね、特定の人,にだけ特,定の人特定の相手にだけ何か会社側がですねわざと労働組合に何か便宜を図ってですね会社の言うことを聞いた方がいいよみたいにやらせるようなことというのはちょっと禁止労働組合というのは自主的組織会社から独立して会,会社の援助をほとんど受けずにいるからこそ こういった団体交渉、一枚岩の団体交渉が可能ですよという話なんですね。そういったことを考えながら、この労働組合のところを読んでみてください。はい、では続いて労働契約法です。労働契約という言葉、思い出してくださいね。労働基準法では、労働契約って何だったか。使用者、会社と労働者、個人 の契約労働条件の契約これが労働契約でした使用者と労働者個人の契約ということですねそしてまあこの労働契約ですけども基本的には労使対等という前提で法律は書かれています労使対等ということが前提にあって民法が規定しているんだけどもしかし現実には違うよね そこで使用者側にいろいろ規制を課してですねなんとか弱い側の労働者を守ろうとするこれが労働基準法労働契約法の考えていることです。そしてその中で労働契約法のところで特徴的な規定というと一つはワークラライフバランスまあこれは努力規定なんですけども勤めなければいけないという規定なんですが。 ワークライフバランスを考慮しようよ考慮するように努めようよというふうに規定されているという一つ大きな特徴がありますあともう一つ特徴的なところで労働契約なんですけれどもちょっと問題になるのが有期労働契約の反復更新という話です例えば有期労働契約で 有期労働,労働契約無期労働契約ってあるんですけども無期労働契約というのは基本的には期間の定めのない労働契約つまり定年になるまでずっと働いてくださいという契約そういう労働契約もあれば労働を3か月ごとに更新しますとか1年ごとに契約更新ですというような労働契約もあります。 この定年まで働いてくださいというのが期間のの定めがない向きの契約3ヶ月更新とか1年更新とか3年更新とかそういうのがこちらですね有期労働契約期間の定めのある契約ということになりますさあこの時に労働者の立場として雇用が安定しているのはどちらでしょう 勇気ととどっちだと思いますもしも自分が定年まで働いていいですよと言われるのと1年ごとに更新がありますよというふうになるのでは1年ごとにじゃああなた明日から来なくていいですよということが起こり得るわけですよね契約の更新がされなければ。というふうになるとやはり雇用が安定しているのは 無期労働契約の方雇用が安定していないのは有期労働契約の方ということになりますそして有期労働契約の方が会社側にとって契約を止めることができるというオプションがありますのでその分労働者に対して強気の労働条件交渉ができるということになりますそういう可能性があるんですね強気にいける可能性がある労働者としては結構無茶な要求も 飲ままななきゃいけないいけ弱みがが生まれるととうことがありますそういったことがあるにもかかわらず現実に行われているのは例えば有機本当はずっと働いてもらいたいんだけれども何かですねそうやってずっと働いてもらうというふうな契約にしてしまうと例えば何か経済状況が変わって急に人を減らさなきゃいけないという事象が起こった時に管理労働契約を止めれば 人が減っていくという仕組みになるのがこの有機労働契約なんですが定年までいていいですよって労働契約にしてしまうとその,その人をちょっとですねリストラでちょっと退出いただくということが非常に難しい。ということで本来はもうずっと定年まで働いてもらいたいと思ってるんだけども実際に契約は1年ごとに更新というようなことがあるんですね実際に。 そして、それは実際には会社としても無期労働契約と同じように考えているんです。ただ、もしものために勇気で更新していくっていうようなケースが結構あるんですよ。ただ、それをやられた労働者側の方はとても生活が安定しなくて辛いということになりますので。実際にね、こういう契約、こういうルールがあります。 通算で5年を超えて有期契約の反復更新がなされたならば1年ごとに毎回更新というふうなことを5年間例えば続けてですよずっと5年間続けて毎年毎年労働契約を更新していくならばもうそれはその会社にずっといていいよっていうのと同じでしょう実質実態というふうに考えて労働者が申し出すれば。 労働者がすいませんもう私5年も続けてここで働いてるんで私十分もうこの会社にずっといる権利あると思うんです、まあ、そこまでは言わないかもしれませんけどもすいませんもう5年間いるんでずっとこの会社に尽くしてきましたなのでそろそろもう定年までいていいですよっていう無期契約に変えてもらえませんかというふうに申し出をしたら有期契約へ転換することが可能ですよということになっています。 はいちょっとですねこんなルールがあるぞというのも知っておいてくださいでは続いて高年齢者雇用安定法ですねこちらここまで何とか出ていますが要は65歳までの雇用をちゃんと守りましょうという話なんですもともと60歳までだった定年を65歳まで伸ばす これは日本の社会保障ですね年金とかの制度とかの絡みでそうなりました昔は60歳までを守っていただけどもそこで5年間延長させなければいけないということでこの5年間をいかに雇用を守るかというのがこの高年齢者雇用安定法という法律ですはいこの65歳までという数字ですねこれをぜひ押さえておいてください ではですね続いてこちらの法律に行きましょうはいこちらですね四番育児介護休業法ですこちらですね非常にちょっと申し上げないんですが実はこのテキストですね今度法改正が決まりましたそして法改正が決まりまして該当部分の 記述ちょっとこちらのようになります208ページの括弧ですね介護休業のところ2行目の最後ですねこちらテキスト208ページの4番育児介護休業法の括弧介護休業法の2行目の最後同一の対象家族についてというところから4行目の最後までここの部分がちょっと変わります。 新しい制度は同一の対象家族1人につき通算93日まで3回を上限として取得可能であるというふうになりました。回回回ででですす人の家族に対して3回までという話なんですねというふうに変わりましたのでちょっとお話をしておきます。 そしてちょっとですね、この育児・介護・休業法ということなんですが基本的には育児で休む介護で休むそしてその後戻ってきてほしいという制度なんですけどもちょっとですね、この育児・介護ということで休業のことでまとめられていますが結構現実的には辛いものがあります。これは休業という制度なので戻ってもらうということが前提の制度なんですね。 戻ってもらう,ということが前提の制度なんですでこの育児ということなんですけども実際には育児の場合には子供が1歳になるまで、まあ、特定の場合1歳6か月とありますけども、まあ、子供が1歳になるまでとか1歳6か月になるまでとかいうふうに基本的に終わるる時期が決まっているんですですから会社としてもですね「休業ですか?」というふうになって。 休んでもらいやすいわけです。あ、いつ頃復帰してくれるのね、という目処も立ちやすいわけです。まあ、現実にはですね、なかなかやはり、あの。休業する前は、私は子供を産んだ後働くのよっていう。お母さんも結構いらっしゃる、いらっしゃるんですが、現実には。待機児童の問題であるとか、あるいは。ちょっと、実際に子供が出てきてしま、子供を見てしまったら、すごく愛情が、母性が生まれてしまって。 やっっぱり子ととずっとそばにいたいただから会社は辞めますというケースもあってなかなか戻ってこられるという率は思ったほど高くないというのが現実ではあるんですがただ実際にこちら戻ってきてきほしいといとう制度でではあるんです、まあ、国としては戻ってきてほしいと言いながらその待機児童が多いというのは矛盾しているような制度かもしれませんけども実際にこれは戻ってきてほしいという制度なんですね。 で育児の場合にはもうお子さんが預けられるようになったら戻ってくるよねということで基本的にはその休業の終了時期というのが分かるというところでまあ子供が何歳になったらとか預けられるようになったらとかいうふうなところで分かるんですが介護の方はこれ通算93日までまあ大体3か月ぐらいですかね3か月まあ3か月4か月。 まあ、労働日でいうとっていうふうなことになりますがそんなヶヶ月4ヶ月そんななものを目処にしていますなんでこんな差があるんだろうというふうに考えるんですけども介護の方はこの「いつ終わる」っていう終わる時期がなかなか読みにくいんですよね。育児のようにお子さんの年齢を下準にすると「あじゃあ子どもの誕生日が7歳」っていうことは何月何日に1歳を迎えるからというふうになって。 読みやすすいんですが介護の方はいつ終わるのかいつ介護状態が止まるのか止まんないのかそういったことが非常に読みにくいなおかつ実際に介護を休業して介護している間実はその介護されている高齢者の方に年金が出ているんであれば。 そのこう介護されている方がいらっしゃれば年金という収入が入ってきますので比較的なんとか苦しいけれども生活はやりくりできるしできるような算段も立てやすいんですよ。なかなかきついですけどねきついですけどもまだ収入があるだけいいっていう部分があります年金の収入が。しかし実際にその介護対象家族の方に。 不幸なことになってしまったならば年金も入らなくなってくるでこの休業してる間ですから当然無収入になるでその介護をしなきゃいけない年齢というのは比較的やはり40代50代というふうになってきますのでそこから新たな就職先を見つけるというのも大変というふうになって結構きついんですね。結構再就職もきついです。 なのでこちら介護休業の場合はこのばべったり介護するというよりはそのと介護をしていきながら介護しながらどういうこれはどういう生活プランにするかを考えといてねというどちらかというとそういう期間なんですね想定しているのは。ばっちり介護をしましょうよ育児休業の場合はばっちり育児をしてくださいねという期間なのかもしれませんが介護の場合には この後どういうサービスでどれくらいどういうサービスを受けて社会的なサービスを受けたりとかその親族家族の中で誰が主にその介護を担当するのかとかどういう順番で担当するのかとかそういったことをどちらかというとこれから始まる介護生活いつ終わるか分かんない介護生活の準備をしましょうというような期間に充てられているというふうな考え方だというふうに説明される場合があります。 この介護休業ですねまあ、そんな考え方もあるぞというところで介護休業ですねちょっと見ていただければと思いますまああくまでも一つの介護休業の捉え方の例ですけどもそんな意味もあってですねどちらかというと介護休業の方が少し育児休業よりも短めという風な日数設定になっているぞというところはですねちょっと知っておいてくださいはい まあちょっと法改正が絡みましたので少し長めにお話をいたしましたでは板書を切り替えまして次の法律に行きましょうはいそれではですね労働関連法規のその他の続きですねやっていきましょうまず最初ですねこの板書の最初はこちらです男女雇用機会均等法ということですね ここからやっていきましょうまあですね典型的には色々な職場がありますけどもそういったところで男性女性両方とも活躍できるようにしましょうということなんです男女が均等である社会男女が均等である労働環境これを作りましょうという話なんですねえ、そういった労働環境の話なら労働基準法があるんじゃないの そこで規定すればいいじゃんというふうになってるんですが確かに賃金に関して賃金に関してだけは労働基準法でちゃんと男女同一ですよということを謳っていますただ例えばですね男性女性そういったことの差別というのはよく見てみると募集採用のところから行われているんですね募集のところで 男性がたくさん募集募集応するるようにできている女性がたくさん応募するようにできている男性は応募できないんじゃないかな女性は応募できないんじゃないかなそういったふうなことをするようなそういった募集のところそういったところで実は男女差別はもう始まってるんだというふうに考えるんですね。それがこちら男女雇用機会均等法という名前のところにやってきます。 労働基準法はあくまでも労働条件ということですからあくまでも採用された後のの労働条件の話なんですよ募集採用をカバーできないんですね労働基準法では。ということで今回「男女雇用機会均等法というところで大きなテーマまずダメなこととして募集時からの不合理な男女差別 これは禁止です募集の時からですねこれは男性しか駄目なんじゃないか女性しか駄目なんじゃないかもう応募は男性に限る女性に限るこういったところでですねそういった条件をつけることによって男性しか応募できない女性しか応募できない男性を優遇する女性を優遇するこういったことが起こっているという話なんです。 そういった募集時からの不合理な男女差別は禁止です募集時からの不合理な男女差別は禁止です例えばその何か女優さんを募集したいとこれは作品の中で女優さん女性である必要があるそういう役者さんを募集する女優さんを募集したいというように明らかにその役職上 ついてもらうやってもらう仕事の性質上男性であることが必要女性であることが必要そういうものはいいんですよただそうじゃない不合理な男女差別本当は男性でも女性でもできるのに男性のみ女性のみというように限定するものこれはダメだという話なんですねこちら不合理なというところポイントです 例えば今病院とかで医師の方の補助とかをされる方看護師さんっていらっしゃいますよねあの方たちなんですけども昔は看護婦さんと呼ばれてた時代がありましたご婦人の婦でですね看護婦ですそういう時代があったんですねそうすると元来医師の補助そうあるいは 補助あるいはそういったところで助けるような業務あるいは患者さんと接するような業務ですねそういったことというのは本来男性でも女性でもでででもも女きるはずですなのに看護婦さんというところで婦人の負を使うことによってあたかも女性しかできないようにしている女性の仕事のように見えてしまうこれはまずいぞということで 今名前を看護師というふうに変えたんですね。募集の時、看護師というふうにすることによって。これは男性も女性もオッケーですよ。というふうにしました。まあ、そんなことがあってですね。募集時からの不合理な男女差別は禁止と。いうこと、一つ覚えておいてください。あともう一つ、男女雇用機会均等法のところで言っているのは間接差別です。 今私申し上げましたね看護婦さんの婦っていう文字が女性を連想させるだからダメなんだというふうなことで一番目募集時からの不合理ななこちら男女差別は禁止ですというふうになったんですねそうするともしもこの条文この状況に対していやいやうちはどうしても男性だけを取りたい ちょっと今回男性だけを取りたい女性だけを取りたいというようなことがあったらそこに男性女性を連想させるものを使わずにすればいいんじゃないのっていうふうにやることが想定できたんです。それが間接差別ですね例えばこちら不合理な身体的条件とか転勤・転居の条件ですね。 そういったことがですね、採用とか昇進昇格とかに入ってくるとこれは不合理なものである場合にはちょっとそれは男女差別につながるぞということになっています例えばですよ特に今回営業職を募集しますこれは男性でも女性でもできるものですただし会社の方としては今回ぜひ男性に来てほしいというふうに思って こんな条件を出したらどうでしょう。身長180センチ以上の方で営業職の方募集。ちなみにそこの営業の仕事で身長180センチである必要は全くありません。ただ180センチ以上というふうになると、まあ女性の方はあんまり募集しないかな、募集の対象にならないかな、応募しにくいかなと。 いうことで、身長百八十センチ以上っていう条件をつけてみた。どうです、こういった身体的条件。営業職であるときに、身長百八十センチ以上であることは絶対必要ではないですよ。そういう、それが不合理ということになるわけです。そういった不合理な条件を、身体的条件をつけて。募集とかですね、そういったところに対して、男性のみというようなことを意図している。 それは禁止です間接差別明確に男性女性というようなことを連想させてはいませんがしかし1 8 0ンチ以上って現実的には男性だけになっちゃうよね男性優位になっちゃうよねというふうになるとこれは禁止ですね間接差別直接男性とは女性とは言ってないけれど間接的に言ってるよねという話なんです。 あと転勤とか転転居ですすね昇昇進昇格の条件にするようなケース転勤今まで3回以上いろんなところ全国を回ってきた人の中から今回課長を選びますとかそういったことも実はやはり男性の場合にはよく単身赴任なんていう言葉があるように一人でいろんなところを行くというようなことはありますが女性の方の場合にはですね 結構お子さんがいらっしゃったりとかあるいはご家族がいらっしゃったりとかそういうふうになるとなかなかやはり家庭も守りたいということで生活環境を安定させたいそのために転勤そういったものは嫌だ転居もちょっとできることならば勘弁してほしいそういったことは多いんですね。そそここで、でういいっったところを逆手にとって、じゃないですけども、 そういったところで女性の方が統計的に転勤とか転居そういった回数は少ない傾向がもしもあった状態でこういった転勤・転居の数とかを要件にする何回転勤経験した人から昇進者を選ぶとかそういったことはやはりこれも間接的な男女差別になるだろうということなんです。 なのでこれも禁止ということですね。転勤とか転居を昇進昇格の条件にするようなこと、これも禁止です。まあ他にもですね、いくつか間接差別の,の条件の例とかいう、そういったものはありますので、興味のある方はぜひご自身でちょっと調べてみてください。はい、以上がですね、この男女雇用機会均等法でダメなものです。 じゃあ何でもかんでもダメかというふうに言うと実はいいことこれはやっていいですよということも規定していますその代表選手はですね今回ご紹介するポジティブアクションというものなんですなんかポジティブって言うだけでちょっと良さそうってイメージありますねさあポジティブアクションなんですけどもこれ何かというふうに言うと例えば今会社でですね課長さんが三十人いますと その時に男女別で見てみると男性29人女性1人おいおいこの状況とても男女均等とは言えないというふうに考えるとじゃあもうちょっと女性の管理職を増やそう女性の課長を増やそうというふうになるんですね。そそううか、じゃあ増やそう あるいは男女均等なんだということで女性を増やさなきゃいけないというふうになるんですけどもまずじゃあこれからですね男性が29女性が1の状況に対してまずは機械均等だから同数だけ昇進昇格させようというふうになって次の試験からですね課長の昇進試験から男性と女性の合格者の数を同じにしましたとなるとどうでしょう 先ほど出てきた29対1の差は永遠に埋まないですね同じ数しか,か合格させないんですから上げないんですからまあだんだんですね年が経ってくればちょっとずつ女性の比率が上がってくるというようなことは考えられますが理論上ただちょっとそれは時間がかかりすぎるということなんです。そこである時期には 女性の方を多く意図的に最終的に男女の場を均等にするために一時的に女性の方をですね多く課長に昇進してもらおうそういったことを考えるのがポジティブアクションというやつなんです。最終的に男女のですね課長の数が,数が均等なようになる状態になるならばそのためならば 途中ちょっとですね一時期女性の方をですね多く課長に,に昇進してもらうことそれは OK ですよというのがこのポジティブアクションというものなんですね。はいこういったことを踏まえながらですねちょっと男女雇用機会均等法確認の方をお願いいたします。ははいそれでで次行きましょう先ほどですね男女雇用機会均等法と いうところでいきましたが今度は障害者の方ですこちら障害者雇用促進法というものなんですねはいそしてここなんですけども障害者雇用促進障害者の方にも働いてもらいたいぜひ社会にの中でですね社会に貢献していただきたいということでまず働いてもらおうということで 通常原則的に事業所として人人にでですすすねね障害者の方をを雇用しててくださいといいととうことをですね義務付けていま,すまあもちろん業種によってですね業種とかによって実質実態ちょっとこの比率は無理だぞというような方で除外率であるとかそういったもうちょっと緩い率とかそういったものを規定されている業種はありますが。 基本的にはこの原則として50人に1人の障害者50人に1人の割合で障害者の方を雇用するというような義務があります。それを規定したのがこちら障害者雇用促進法ですそして今義務があると申し上げました。義務なんですから当然それをこの50人に1人の割合を満たしてなければ原則的には 何かちょっとペナルティというものが考えられますそれがこちらもしも50人に一人の割合この雇用率の割合でもしもきちんと採用できてないならば雇用できてないならばその方たちには納付金というものを徴収することになっています一方この雇用率ですね50人に一人という雇用率を超えて もっとたくさん障害者の方を雇用されている方もちろん障害者というのは知的障害身体的障害両方ありますその両方あるんですけどもも,もっとですね50人に1人それを超えて雇用率を超えてたくさん雇用されている方そこには「どうもありがとうございます」ということで調整金というものを国を支給するということになっているんですね。 行政から支給するということになっています。はい、というふうな決まりがあります。というふうになります。ただ、やはりですね。この障害をお持ちの方ですから。一般のか、一般の健常者の方と同じ、全く同じように働いてもらうというのは。少し難しいケースが出てくるんですね。 ちょっとそんなこともですね、頭の隅に置いていただいて、この次のテーマ、ちょっと一緒にやっていきましょう。次のテーマはこちらですね。最低賃金法というものなんです。まあやはり生活の糧となる、生活の基本的な収入となる賃金というものですから、最低額をきちんと決めましょうという話ですね。こちら賃金、時給ベースですけども、それの最低、 の保証額を決めるものですね。基本的には都道府県別ということになっています。ですから、その県境県によって最低の賃金保証額が違うわけですね。そうすると極端なことを言ってしまうと、例えばアルバイト同じ仕事でですね。アルバイトをしていてもこっち側の県の県ですね。自分の県で働いているのか、隣の県で働くのかによって。 時給が違ううとということだっててあり得てくるんですね同じ仕事であっても違う都道府県で働くと時給が変わってくるということだってもしかしたらありえるこれがこの最低賃金法ですあくまでも都道府県別ですただこの最低賃金なんですけども基本的には一人前できちんと働ける人働く能力のある人 そういいった方の賃金を想定していますなのでこちらですねこの最低賃金よりもさらに減額できる雇用者の方としてはこの方は非常に申し訳ないちょっとやはり普通の労働者の方よりはちょっとパフォーマンスが落ちるあるいは普通の労働者の方よりもちょっとですね時間が極端に短いとか。 ちょっと他の方よりも極端に仕事が簡単すぎるそういった場合にはですねこちら「減額特例」というふうに言ってこの最低賃金よりも低い時給で働いてもらうということが可能になっていますそういった特例があるんですね例えばといって著しく労働能力が低いということでこれがですねこちらの障害者の方で もしも実際に普通の健常者の方と比べて障害をお持ちの方で実際にその労働能力実際にできることがですね普通の方と比べて同じ職種の普通の方と比べて著しく低い著しくですよ著しく低い場合にはやはりちょっと同じ賃金というのは難しいかなということでこの最低賃金を減額するということができます。 例えばということで、えー、障害をお持ちの方であるとかあるいは試みの使用期間もういわゆる見習い中とかそういうことですね試みの使用期間そういった間ですねそういった期間中はですね著しく労働能力が低いというふうに考えられますあとは他の労働者の方よりも著しく労働時間が短い方あるいはとても作業が軽緯である方簡単なものであるという そういった方たちはちょっとですねこの最低賃金よりも下回るという可能性があるということなんですね。これをこちらですね減額特例といいうふうに呼んでいます、はい、なのでこういった最低賃金基本的には最低保障というふうに決まっていますけども実はそこよりも低くなる例外はあるぞということをですねちょっと覚えておいてください。実はこの 減額特例試験に出たんででですすすよ平成年ねこちらです、まあ、確かにこちらですね減額特例というのはあるんだと。でじゃあこの減額特例が適用できるケースとしてこんなのはどうでしょうかという問題でした。こちらですね外国人労働者の方を採用するケースで,ースです。このケースで 実はその採用する方外国人労働者の方の母国ですね母国の経済状況が今一つちょっと低いと経済レベルがちょつと低いなので日本で働いてもらう時にも母国の経済レベルに合わせた時給でいいよね最低賃金っていうのは確かにあるけれどもそれは日本のこちら経済水準の話。 そして母国の方が経済水準が低いならばその母国の経済水準に合わせた形で日本の経済水準と,とこの方の母国の経済水準では母国の方が低いんであれば日本の経済水準であったものをですね母国の経済水準に置き直して最低賃金で払おう。当然日本の最低賃金より安くなります。このケースはですねそういった風になったんですがこの経済水準 母国の経済状況に合わせて賃金を安く支払うというケースは OK かどうかその方の母国の経済状況に合わせて最低賃金を下げるということが例えばですねこの減額特例に当たるのかどうかという問題だったんですね結果的にはそしてその回答ですけども基本的には当たりませんそれはそうですよね こちら、労働能力が低いというわけでもありません。外国から日本にに働きに来るんですよ。ちょっと体力はある程度ないと難しいですよね。あとはやはり日本に働きに来るぐらいですからやはりたくさん働きたいと思ってらっしゃるわけですよ。なので短時間とか軽意な業務ということも考えにくい。 それに一応問題の中にもこういった短時間とか経緯とかいう言葉は出てきてないあくまでも普通に働くというような文章でした。というふうに考えるとやはりこの,この場合ですね減額特例は適用できないというふうになるんですね。はいということでこちら実際に平成28年に出ましたのでちょっとですねこの減額特例のところ今考え方はお話をしました。 具体的にもっとと詳しく知りたいよといよう方ですね、まあ、もう少しこの著しく労働能力が低いとかいうことに関してはもうちょっと細かいものもありますそういったところに興味のある方はですねぜひご自身で確認をしてみてくださいはいでは以上でこちらの番書の説明を終わりますそれでは労働関連法規その他の最後ですね労働者派遣法にいきましょう。 ここちらでですすね労働者派遣法とというところなんです実はこの労働者派遣法なんですけども近年結構改正がありましてそこの中で特徴的なのは派遣労働者の雇用安定できるだけ無期派遣の契約であるとか無期の派遣労働者としての契約であるとかあるいは無期の労働者の契約で派遣ということにこだわらず 無期で派遣じゃない雇用契約に結びつけたいいそういう話ですね雇用安定それとスキルアップどんどんステップアップでいろんな高度な仕事をしてみたいというこういう2つの内容ですねこれが1つ改正のテーマでしたそのこのテーマがですね現れる顕著な例として「派遣可能期間」これがありますので。 それについてちょっとお話をしていきますこの他の部分はですねぜひテキストの方をお読みいただければと思いますでは行きましょう派遣可能期間なんですけどもこれは基本的には有期労働契約の派遣労働者のお話です有有期有期有期の労働者契約を結んだ派遣労働者の話ですねというふうにご理解ください では行きましょう有機労働契約を結んだ派遣労働者の方派遣元と有機労働契約を結んでいる派遣労働者の方の派遣は同一事業所かつ同一組織単位への派遣は最長3年です。これがまず大きなポイントですす最長3年ですではこの3年これが終わった時に どうなるかという話ですねここにこの雇用安定とスキルアップ出てきますでは行きましょうちょっと立ち位置を変えますねはいこちらになります派遣可能期間終了時のお話ですまず一つ目のパターンこちらの 派遣先の事業所のところでその方非常に気に入られてる。ということで派遣先の事業所でですね「あの人今最長3年ってなってるけどももっと来てほしいこの人もっと受け入れたいよね」というふうに派遣先の事業所の方でこの人もっと来てほしいというふうにきちんと調整がなされている。ちゃんんとと労働者と会社の中でもうん あの人は来て欲しいというふうに調整がなされているといるとことが一点プラス異なる組織単位例えば何かですね発注の仕事をしていたというものがそれが総務に変わるとかですね全然違う仕事部署異なる仕事をやる部署そういったところこれが異なる組織単位という意味なんですが前の 職場と全然違う仕事をするような職場そこに派遣されるという条件この条件が揃ったら実はこの3年終わった後も延長が可能ですしかし実際にそういう条件が揃わずあるいは派遣労働者自身が希望せずになった場合には 派遣が終了になります3年経った時にではこの派遣が終了になった時に派遣元そこの事業者は何をしなきゃいけないかというとこの4つをやらなきゃいけないんですねまずは派遣先に正規雇用の申し込みをしましょう派遣先への雇用の申し込みをしましょうという話です 派派遣遣先のの従業員とししててこの派遣労働者すごく頑張ってましたよねなのでお宅の会社で正規雇用しませんかあるいは雇用しませんかというふうに申し込むという話ですねこれが1つ目そして2つ目この人に次の派遣先を紹介するということそして3つ目派遣元 派遣元の方で無期雇用をするということどうでしょう雇用の申し込み派遣先へきちんと雇用してもらいましょう次の派遣先を紹介しましょう派遣元無期雇用これどどれも一応次の仕事があるぞということで雇用の安定につながっていますね そしてここの異なる組織単位だったらば延長可能というところはスキルアップです。そしてその次ですね派遣元の無期雇用の次は有給無償の教育訓練スキルアップするために有給い派遣元のお給料が出てなおかつ無償何かこの教育訓練に対して会費いくらとかそういうお金を払うことなく。 それでスキルアップの教育訓練を受けるということなんですねそうこういうことをやらなきゃいけないよというふうになっていますこれによってこの派遣労働者の雇用安定とスキルアップを図ろうというのが今のこの労働者派遣法の大きな内容になりますはいそれを踏まえてですねぜひこの テキストの内容を見てみてください。それでは、以上で第8章、労働関連法規の内容を終わりとします。どうもお疲れ様でした。はい、それではですね、第8章、労働関連法規の必須テーマ、これのですね、説明、それに入っていきましょう。一部分の解説ですね。では、今回取り上げる問題は3つです。 1> 問1問4問6ですねでは一つずつ見ていきましょうまず一つ目の問題一緒に読んでいきますね問1使用者は労働契約の締結において労働者が使用者に損害を被らせる事態に備えて損害賠償額を予定することはできるとあります まあ働いてるわけですから労働してるわけですからいいろんなこことをやっていれば当然ミスも起こりますそのミスによって何か損害賠償が発生するような事態になったならばそれに備えて労働者に対してこういうことをもしも労働者がやらかしたらいくら損害賠償をもらうよというような労働契約を定めることができるかどうかという問題でです実ははこれはできません罰です。 で考え方なんですけれどもどうでしょう今回損害発生前に損害賠償額ってわかりますかという話ですあくまでも損害賠償というのはこういう損害がありましたですから賠償金額いくらですだからそれをご支払いくださいという話です決してこういうことが起こったらいくら損害が起こるはずだからそれをあらかじめもらっておくという話ではないんです あるいはこういうことが起こったらこれぐらいの損害賠償もらっとくからなという話でもないんですあくまでも損害が発生してその実額があってそれに対して賠償という話なんですねなのであらかじめ予定っていうのはおかしいぞという話なんですはいというところで問一になりますねこれは×ということになりますでは続いて問四と問六に行きましょう 問4ですね労災保険の給付には労働者のその次、よろしければマークです、業務上のこの業務上というこの3文字ですね、こればっちりちょっとぐるっと何かアンダーラインでもマーカーでも引いておいてください。この業務上の負傷、疾病、あとは障害、死亡ですね。 あとは労働者の通勤による云々関連というふうになっています。あと二次健康診断等給付というこの三つがあると書いてありますね。まずここですけども、基本的にはまず業務上をやっているという、業務上と通勤という時点でかなり丸に近いぞということなんです。まあ実際には丸なんですけども、この業務上通勤ということで、 まあこの二次健康診断給付というのもある二次健康診断等給付というのもあるんですが、ちょっとこの二次健康診断等給付はわからないとしても業務上と通勤っていう時点で、あこれは丸の可能性が高いということですね。これはぜひ考えていただきたいと思います。そういったところですね。細かい知識がなくても知っている範囲だけで何とか丸罰を絞り込むっていうのはそういうことです。はい。 労災保険は業あくまでも業務上です対象はですから労災保険労働者災害保障保険というのは労働保険にグルーピングされてましたよね。もしもこれが業務外のものだったならば何かというと問6の健康保険になるんです社会保険の中に入る健康保険これが 業務外の負傷疾病とかそういったものをカバーするものになりますはいというところで問い6いきましょう問い6いきますよ健康保険は労働者の疾病・負傷死亡に関して保険給付を行い国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とするが出産は保険給付の対象とならないとありますけれどもどうでしょう 憲法は業務外ですね業務外のものですで生活者としての医療医療保険です生活者部分の医療をカバーするものですから当然出産ということは給付対象になりますプライベートで出産というのはこれからですね生活を豊かにする上ののイベントですのでここに対しては必ず給付はされるものだと思ってください非常にプライベートですけども非常に 実際に女性労働者であるならば非常に体力を使います男性労働者にとってもこれからですね責任を持って働こうとかそういうイベントことですなのでこちら給付はありますしかもちょっとですねこちら健康保険というのは実際に講義の中では講義の説明の中では触れたのですが健康保険テキストを読んでいただくと非扶養者も対象ですよねなので こちらもしも健康保険の被保険者が非保険者がもしも女性労働者であるならば自分が出産する時の出産の給付があります。一方男性が被保険者働いていて女性が専業主婦だった場合にそういった場合には今度は奥様女性専業主婦の奥様の方が被扶養者となって ここのの出産の給付を受けることができますということでどちらにしろですね被保険者し働いているのが男性だろうと女性だろうと出産の給付は受けられるということになります。はいということで出産も含まれるよというところですねこれはまさに業務外ならではのポイントですのでぜひ押さえておいてくださいはい。 以上でですね。問一、問四、問六。このお話を終わりとします。どうも、お疲れ様でした。